みんな、こっちに集まってくれ。みんな、目が覚めたでござるか？モナ殿から重要な話があるようでござる。夕夜浄土への君臨を果たした後の夜明けは、実に胸がすくものね。お嬢様は、すでに次の挑戦への準備を整えた、とおっしゃっています。オイラたちもぐっすり眠れたぜ。はい。では単刀直入に言いましょう。先ほど水浦の番で見たのですが、新たな元凶があちらの島で形を成したようです。それに、私の勘が間違っていなければ、あれは私と関係あるのかもしれません。今回はモナか。これまでの元凶もモナは付き合ってくれたし、今度はあたいたちが一緒に行く番だな。何も面白いものはないですよ。メギストス卿、恥ずかしいのでしょうか？いえ、そんな、あまりにも貧相な元凶を見せてしまったら、偏見を抱かれるのではないかとか、そんなことは全く心配していませんので。すべて言ってしまっているでござるな。一般的に、先制術師はとても超越した存在だと思われがちですが、もしも私の元凶がそれと違っていたらと思うと心配で。そんな愚昧な期待、私はしていないわ。あたいもだ。別に期待してないってわけじゃないけど、モナは元から親切で優しいからな。取り繕う必要なんてないと思うぜ。平常心を保てる者は、元凶においても親しみ深さが垣間見える。それは良いことでござろう。そうだぞ。それにモナの元凶に行くのだってただの観光ってわけじゃないだろ。他に目的があるんだよな。そうですか。ならいいでしょう。過度な期待がなければ私も緊張はしません。それでは出発しましょう。水浦の番によると、すでに元凶についているようですね。まずは入り口を探しましょう。あれじゃないか？見たところ、池みたいだな。もしかして泳いでいかなきゃいけないのか？おお、まさか私たちの中に泳げない人なんていませんよね。問題はそこではないと思うが。怖いのですか？いいでしょう。ならば私が先頭を行きます。始まった。泳ぎへの自信による自慢が始まったわ。お嬢様、言葉遣いにはご注意を。先に行っていますよ。モナが池の中に飛び込んだぞ。オイラたちも後に続こうぜ。なんとも壮観な建物でござる。うわあ、あたいこんなの見たこともないぜ。おいモナ、あんたの元凶すごすぎだろ。夕夜浄土には少し劣るけど悪くはないわ、メギストス卿。はあ、おばばに叱られている授業とかじゃなくてよかった。これで面目は保たれました。天才先制術師の元凶はもちろん壮大なものでなくてはなりませんからね。では早速少し探索してみましょう。うわ、開いたぞ。あっちに星が。行っちゃった。オイラたちも追いかけようぜ。あの中に
ったぞ。かねてより先生術とは私にとって誇りでした。私の声、これはまさか。私はこの学問の価値を信じ、先生術を通して万物の運行規則を垣間見ることができると確信しています。よりにもよって私の独り言。人々は私が占いができると知るとこぞって私に聞きます。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るだろうか。私は正直に彼らに結果を伝えました。誠実とは悪を招くもの。しかし私は崇高なる先生術に嘘をつくことはできません。先生術なんて嘘っぱちだ。冗談も大概にして、少し一人になりたい。今すぐ出て行ってくれないか。彼らの失望した表情は私へと突き刺さる鋭利な刃となりました。予想はしていましたが、やはり悲しくもあり、それはまるで奈落の底へと落ちていくかのようでした。メギストス教、これは何とも痛ましい。そう慰めないでください。とても恥ずかしいので。こういう時は何も言わない方がいいんだぜ。そうだ、ハグでも押してやろうか。いりません。先ほどのは以前の私が感じていたことです。あの時の私はまだ先生術に触れて間もない頃でした。経験を積んだ今はもう素人の意見に心が揺れ動くことはありません。宮廷大魔道士であるメギストス教にも低迷していた頃があったなんて、本当に意外だわ。他者に誤解を抱かれる生活はきっと大変だったであろう。心を晴らすことができて本当に良かったでござるな。実はこういうことに耐えられず、しぶしぶ先生術を諦める人もいるんです。でも私は天才ですから、他の人ができないことだってできます。こんな壮大で綺麗な場所でそういうこと言うと、なんか余計に迫力があるな。うんうん、いいですね。もっと褒めてください。その水を差すようで申し訳ないのですが、どうやらあそこに扉があるようでございます。ではここ一帯の問題を解決した後、また私を褒めたたえる機会を与えましょう。周りの様子が変わった。これは拙者たちが出発する前の浜辺ではないでござるな。どうやらモンドの産地のようですね。まさか私たちはモンドへ送り返されたのでしょうか。でも周りは変わらず果てしない海のままだわ。先ほどのように入れる池があたりにあるはずです。こっちだ。おや、直接入ることができないようですね。水面に何か浮かんできたぞ。これって絵か、それとも。とある地点を指しているようでござるな。私に皆をそこへ導かせようとしているのね。
どうしてあなたが先頭を。まあいいです、誰でも構いません。とりあえずこの場所を探し出しましょう。私とお茶しない？またあの星だ、早く追いかけようぜ。先生術は真実を顕現させることができる。しかし誰もが自分の運命を受け入れられるわけではありません。ですが構いません、壁に当たることも先生術の修行の一環です。彼らを説得するには私が強くなるほかないのでしょう。山で知らない冒険者に会いました。彼は私と同じように果実を取りに来た人で、私にも分けてくれました。そのお礼として彼の要求に応え占いをしてあげたのです。結果はおぞましいものでした。一刻も早く冒険をやめなければ。彼は黙っていました。意外なことに彼が私の占いを疑うことはありませんでしたが、とても困っている様子でした。それでも前に進まなくてはならない、冒険者が困難を恐れてはならないんだ、そう言って彼は再び登山用リュックを背負い山頂を目指したのです。ですがこのことは終始私の心に残っており、拭い去ることができません。一体どうしてなのでしょう。モナ、その冒険者は本当に死んじまったのか？うん。私は彼に一度しか会っていません。あれからもう3年余り過ぎているので、もうこの世にはいないでしょう。でも、その人がまだ生きていて、お前の勘違いだったって可能性はないのか？悪いことになると全否定し、いいことになると信じて疑わない。そんなのは占いではなく、ただの自己満足と言った方が正しいでしょう。日々の娯楽であればいいのですが、私が学んでいるのは、嘘偽りのない学問。自らが導き出した結論を否定することは、先生術を冒涜するのと同じです。残酷だが、真実でもある。運命とは、確かにかようなものでござる。普段ならこんなことは言いませんが、せっかくの機会ですし、やはり皆さんには分かってもらいたいことがあります。先生術を、そこらの屋台にあるくじ引きと同じように扱わないでください。私たちが研究しているのは清少であって、決して誰かにお世辞を言って喜んでもらうためのものではありません。先生術師は、真実を検証し、世界の断りを見届けるために存在しています。ああ、もう。だから、先生術師は嫌われやすい職業だと言ったのです。偉大さと嫌われやすさは、本来全く両立しないもののはずなのに。なぜそうも騒ぎ立てる？あなたはそれほどまでに、交友に値しないものではなかったはずよ。お嬢様は、友達になれてとても嬉しい、とおっしゃっています。違うわ、そんなこと言ってないでしょ。オズ、あなたどういうこと？ますます私の趣旨を曲解するのが好きになってきたようね。おやおや、どうしてでしょう。もしかするとお嬢様がお友達の恨みを買ってしまうのを心配して、なるべく取り繕うようにしているのかもしれませんね。あたいも別に見識が広いわけじゃないから、先生術師はあんたくらいしか知らないけど、でもあんたの印象は悪くないぜ。全く嫌な感じはしねえ。人の秘密を軽々しく詮索したり、気に入らない結果を適当に捨てたりする人こそ反省する必要があると思う。運命はそんなに安っぽいもんじゃねえだろうしな。もしも運命が二言三言で回避できるようなものであれば、この世に別離の苦など存在せぬ。モナ殿、気にすることはないでござるよ。己が本心に従い、正しきことを永遠に忘れない。
それだけで十分でござる。ご本、そんなに私のことを心配せずとも大丈夫です。褒めて結構打たれ強いので。わかりました。じゃあ、ありがとうございます。聞こえないわ。もっと大きな声で。この私に、あなたの崇敬と祝福を献上なさい。まあまあ、そんなこと言ってないで。殿下は池に移し出された新しい地点に行って、他のかけらを回収した方がいいんじゃないか。あれがないと、あたいたち元凶に入れないだろう。お嬢様の鋭い眼差しだけが、秘密を暴くことができるのです。そこまで言うなら、仕方ないわね。私は、浜辺に行くとするわ。行くぞ、モナ。はい、すぐ行きます。またここに戻ってきたわね。まだ物語は続いてるみたいだ。探検を続けようぜ。行こう。また星だ。あれ、水辺で止まって下に行かないぞ。ん？何か待ってるみたいだ。まさかここにも星があるなんて。もしかしてさっきのはこいつを待ってたのか。よっ。これは…またモンドの家屋でござるか。どうして私の家が…家？これは、あなたの家なの？おや、これはまた意外ですね。メギストス卿はかなり質素な生活を送ってきたと聞いていましたが、この邸宅は…床に置かれた本にラベルが貼ってあるぞ。希少品、たった99万モラ。そんなに高いのかよ。こっちにも見るからに高そうな醸成本がたくさんあるぜ。これが先生術師の部屋なのか。部屋の失礼も実によくできている。決して安くはないでござるな。私は時折手元に現金がないだけで、本当に貧乏というわけではありませんよ。そうだったの？あなたにご飯をおごったり、私の家に招いてご馳走したりしたのに。お嬢様、お言葉が。何時は聖なる恵みを受け、私と共に夕夜浄土の城へ行き、断罪の皇帝と皇后に謁見したではないか。かように重大なことを忘れるとは何事か。ああ、そうでした。お母様の作ってくださったシチューとコールドカット、とても美味しかったです。はあ、また食べたくなってきました。メギストス卿、今はそんなことを言っている場合ではありません。モンドの料理か？あたいも食べてみたいぜ。聞いた話によると、モンドには美食がたくさんあるんだろ？特に肉料理が。ふふ。ならば何時らにも、栄養を与えよう。今度、私に同行して、皇帝と皇后に、謁見してもいいわよ。いいのか？おい、おいらたちも行こうぜ！そういえば、拙者も友人の家へ行くのは久方ぶりでござる。ここはご好意に甘えさせていただくとしよう。ふむ、手土産などを用意した方が良いだろうか。あのお二方は気さくで親切ですので、そういうことはお気になさいません。
どうぞお構いなく。もし行くのでしたら、絶対にあのコールドカットを食べてみてください。得意料理だそうで、とても美味しいですよ。それよりも、今は目下の謎を解決した方がいいのではないでしょうか。実は、部屋に入ってからあの置物が気になっていたのですが。ああ、そうでしたね。先生術師は、最も奥深き聖書を見抜くことができる。故に、傲慢は許されない。もしもこの学問によって、自身が何でもできる強大な存在だと思ってしまえば、逆に星に見放されることになる。昔の私は、なんて盲目だったのでしょう。迷うべきじゃないよ。お前が迷ってしまえば、たとえ先生術でもお前を救えはしないのだから。おばばはそう言っていました。私たち先生術師は、自らの命運を図ることはできないのです。しかし今日、この言葉が別の意味を持ち始めたような気がします。人は灯台の導きに従うだけとは限らない。私はそれを初めて理解しました。たとえ前途が暗く危険だとしても、彼らは砲を上げ出航する。変えることも逆らうこともできない。だからこそ、運命は運命なのです。物事の進行する規則を知り、天地の秘密を覗く。傍観だけで十分、何かを変える必要はありません。この世には、完璧な伝説も、すべてのものを救えるヒーローもいません。私がすべきこと、自らの運命をつかむこと。どうやら、なんて輝かしい景色なの。さすがは天才先生術師といったところでしょうか、メギストス卿。ユーヤ浄土の勇士以来、あなたは最も優秀な大魔導士です。ありがとうございます。ですが、ユーヤ浄土の歴史はそれほど長くないのでは。星は宝石のごとく、月は真珠のごとし。これは拙者が見てきた中で最も壮大な星空でござる。すっごく綺麗だぜ。こんな元凶を持ってるなんて、モナの心にはきっと果てしなく広い星の海があるんだろうな。うん、これこそきっと私たちが望んでいるものなんだと思います。この星空はとても美しい。それどころか、私が普段占いで見る景象よりも華やかです。この中のすべての星が正しい位置にある。これは間違いなく私の元凶であり、ここでのみ、このような機関を見ることができます。機関？どういうことだ？知っていますか？テイワットの星空は、まるでこの世のすべての答えを隠しているかのように、霊妙なものなんですよ。失踪した息子はいつ戻ってくるんだ。あの人は私を愛しているの？病気は治るのだろうか？どのようなことであろうと、すべてあなたの星屑の奇跡に記録される。しかし、世界中の人々のうち、かなりの割合の方が軌道から逸れてしまうのです。あなたを表す星が軌道上にあれば、それはあなたが健康や幸福、安寧を得ることを意味します。逆に、あなたの星が軌道から逸れていたら、すべてが良くない方に傾くということですので、占いの結果にある星空は決してこのようなものではありません。星たちは時に迷子になり、時に堕落する。私は皆さんが幸福を得られることを、そして
すべての方が軌道上にいられることを願っています。そのために、私はアドバイスをして、真実を伝えるのです。これらが無駄なのは知っています。人の運命は夜空に権限する。私もただその中の一つに過ぎず、何も変えることはできません。それでも、先生術以外に、真実の言葉を示すこと以外において、私はまだ、非現実的な幻想を抱いているのです。人はいつも真実の道の上を生きなければなりません。しかし、身の程知らずだとしても、それでも私は、奇跡を期待しています。この広大な星の海には、あなたと、私と、彼と、すべての人の星があります。星と星は、一体どれほどの偶然があれば巡り合えるのでしょう。これらの巡り合いは、運命の中で最も美しい奇跡なのでしょうか。私にはわかりません。でも、テイワットの星空には常にあなたと私の居場所があります。たとえ先生術が絶対的な理性だとしても、運命は無常で、残酷で、ロマンあるものなんです。うん。私は、私の星の中に何が隠されているのか分かった気がします。今から、私は自分で自分の運命をつかみます。水晶でできた透明な小鳥。綺麗で儚く、心を動かす歌を歌う。しかし、凡人たちにはそれが見えず、欺瞞だと思った。この世に透明な鳥などいるはずがない。歌など歌えるものか。鳥はそれを聞くと翼をはためかせた。海と山を越え夜空にたどり着き星となった。その輝きは全ての人を照らせるほど眩しかった。鳥は自身のことが見えるものに光に従って夜を越え星をたどって海を渡ることを許した。英知に生まれ愚昧にとらわれる鳥は一度も不満を言わなかった。それが自身の運命だから。そして人々に運命を見せるよう導くことこそ鳥の意義なのだ。ここに戻ってきたってことはもう完全に元凶を離れたのか。おかしいですね。私の元凶にはファデュイや装置の手がかりがありませんでした。まさか彼らとは無関係なのでしょうか。それとも私たちに関係するこれらの元凶は過程ではなく結果だった。どういう意味だ。つまりこれらの元凶は謎を解決する手がかりに導いてくれる存在ではなく単なる結果だったのです。誰かが何かをやってこれらの元凶が誕生した。ただの副産物ですので当然ながら私たちに何かを示すことはできません。言い換えれば、これらの元凶は、あたいたち自身にしか関係ないってことだな。純粋なる自我の結晶。ふん。はぁ、あ。皆の者、このことについては、原点に戻った方が良さそうでござるな。初めて島に上陸したあの日、拙者は旅人と共に、ファデュイの拠点を調べた。そこには奇妙な装置があり、横にいたファデュイは意識が朦朧としていた。拙者たちと交渉した研究員が言うには、あの装置は彼らファデュイによる発明品。それだけでなく、拙者たちの邪魔は決してしないという約束までしてくれたでござる。あ、そうそう。あの帽子をかぶった太っちょのやつ。なんか眠たそうで。わけのわからないこと言ってたな。もしかすると精神の乱れと元凶の創造は装置によってもたらされた二つの結果なのではないだろうか。そしてそれらすべてはあの破損した装置と関係がある。しかし二つの違いを生むのは装置ではなく影響を受けた者たちだった。あ、確かに夢と幻覚は区別がつきにくいものです。
私たちと彼らに違う点があるから、受けた影響の結果も違った。そう言いたいのですか？いかにも。ここ数日の観察からして、拙者たちとあの者らの違いは、拙者たちの方が、より強固な意志を持っている点でござろう。うん、あり得るな。意志の固い人は狂気に陥ることがないから、ただ元凶を生むだけ。その反対で、打たれ弱い人は、ああいった安定した元凶を残すことができない。つまり、オイラたちは今すぐファデュイの拠点に戻って、あの装置を破壊しなきゃいけないってことか？いえ、破壊ではなく、修復ね。お嬢様は、むやみに未知の装置を壊すと、深刻な事態を引き起こすかもしれないので、まずは修復を試みた方がいいとおっしゃっています。うむ、慎重に越したことはないでござる。私の予想が正しければ、あの装置は人の脳に影響を与える可能性があります。用心して対処しましょう。よし、善は急げだ。今すぐ行こうぜ。みょん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 。